大事なポイントは、うん、会社がなぜ業績不振になるか、なぜ回復するか、はい、やはりアップルらしさを忘れて業績不振になり、アップルらしさを回復して業績が回復する。マクドナルドもそうです。マクドナルドらしさっていうものをもう一回再構築して業績が上がったんですよ。マクドナルドらしさって何かって言いますと、やっぱりスーパーコンビニエンスって言って超利便性、そしてベストバリューフォーマニー、一番お得感納得感が高い商品と価格、この2つなんですよ。じゃあスーパーコンビニエンス超利便性の一番大事なことはスピードオブサービスです。3分30秒で提供する、お店に入ってこられて3分30秒以内にお渡しする、このためにお客さん来てくれるんだ。私が就任した時に麻布十番の店ずっと見てたら、で作って私で時計測ったら21分かかってるんですよ。人件費落とそう落とそう落とそうってやって、結局お客さん待たせるっていうことになってたってことですね。だそういった基本中の基本をやっぱり取り戻したんですよ。そしてやっぱりお得感納得感が高い商品だから100円マックもやったんです。100円ですごく美味しいってやつね、うん、まあ、大事なことはその会社会社の独自の強みってあるんです。それを忘れて業績不振になるっていうパターンが一番多いんですよ。それを取り戻せばいいんです。100円マックっていうのは儲かるんですか？儲かります。へえ。めっちゃ儲かるんです。めっちゃ儲かるんですか？なぜ儲かるかって話しましょうか。お願いします。簡単に言うとですね、これを売っていくら利益をいただくかじゃないんです。1回の取引で利益いただく額じゃなくて、あなたが月に1回来るのか2回来るのか3回来るのかで、あなたからいただく利益額が違うじゃないですか。で、何度も来ていただく、ずっと継続していただくってのが一番儲かるんですよ。そういうことでしょ、うん、だから一月にいくら一人のお客さんから利益をいただくか、1年でいくらいただくか、一生でいくらいただくかと、こういう考え方が一つ。それと100円のハンバーガーを買ってもですね、お客さんは必ず飲み物買ってくれるんですよ。はい、買います。これはついで買いでしょ、はい、人件費ほとんどただ、注文取る時間変わらない、広告宣伝もいらない、めっちゃ儲かるんですよ。100円バーガーは利益が少なくてもこれがものすごい利益が高いですから。したがって100円というのはお客さんをものすごく増やすという客数向上のための戦略商品、利益を生むのは飲み物、差別化はビッグマックというふうに、客数を増やす、利益を確保する、それから独自性、この3つの柱が大事なんです。わかりました。はい、はい、ありがとうございます、はい、うん、それで思い出したんですけど、原さんの訓導を受けて大成功した人がいるって聞いたんですけど、ああ、まだ成功というのは今テスト中ね。あの美容院チェーン店です。美容院で、美容院というのはもう下等競争、すなわちレッドオーシャンで、新しいお客様を掘り起こすというんじゃなくて、もうお客さんの奪い合いでしょ。そのためにはどうするかと、女性が髪を切る年に何回行くかと、髪の長い人は年に 1.9 回ぐらいしか行かないと、じゃあ女性が美に対して一番投資するってどこなんだって、一番回数が高いのネイル、アイラッシュって聞いたんですよ。だネイルサロンというのは10本で大体8000円ぐらいらしいんですけど、 そうですね、その役員に私が言ったのが1本100円にしようと。100円、10本で1000円、したらもうお客さん殺到するぞと。そうですよね。それやったら本当にお客さん殺到して、ネイリストが足んなくて今200円でテスト中です。そして朝7時から早朝オープンやれと。で、美容院に行って仕事をその日に済ませる、その方がいいでしょ、前の日に行くよりも。そうですね。で、早朝オープンやったらやっぱり昼間来てれたお客さんが早朝来るようになったと。ということはよその美容院に昼間行ってる人が早朝来るはずなんですよ。その2つをやったんですね。でもものすごく客数増えてるんですよ。ただまだ全店舗でやってませんから、美容院の名前は言わんでくれって言われてます。やってないところまで来られると困るんでね。いいの、私もそこに行きたいです。後で場所を教えます。ネイルを100円とか200円でやるのは利益ってやっぱ出るんですか？あのね、商売は原価割れで売ったら、はい、不当乱売で公正取引法で引っかかります。原価割れはダメです。100円マックも原価割れじゃないんです。ネイルで儲からなくてもいいんです。赤字でなければいいんです、うん、そのネイル200円でお客さんがたくさん来てくれればいいんですよ。で、本業で儲かるわけですから、
私の時代に100円コーヒーを始めたんです。今までマクドナルドに来たことがないお客さんがたくさん来られるんです。おじいちゃんおばあちゃんの朝のラジオ体操、散歩の帰り、お友達とおしゃべりに来る、自分で時間を潰す、今までと違う来店動機がいっぱい広がったわけですよ。その時に100円コーヒーをやってなんで評価するか、100円コーヒーの売り上げじゃないです。100円コーヒーをやる前とやった後のビッグマックの売り上げがどんだけ上がるかです。これが戦略なんですよ。わかります？はい、わかります。明日の朝日新聞の朝刊にすっぱ抜き記事が出ると。